おたけこし道とは、明治から昭和期にかけての浮世絵師、日本画家。なお比較的メジャーな出版物や展覧会、専門書などでも、おたけの読みを、おたけと記しているものが多いが、これは明らかな誤りで正しくは、おたけである。東京12月のうち3月向島春景、おたけ一が、画号を、国一、国一、く月とも称す。 荒野を営むお竹倉松の長男として慶応四年に、本名く太郎、幼少の時東京に出て四代目、歌川国政に、浮世絵を学んだと伝わる。明治十八年頃から、国行と合して、新潟新聞に刺し絵を描き、明治二十二年に、富山に移ると、売約版が、新聞刺し絵、絵馬、教えの死体などを描いた。明治二十三年に、富山越前町に住み、 後にソークルは町、山王町に移った。梅薬版画の役者へ、歴史絵を多数描いたほか、明治23年9月23日より、富山日報における小説差し絵を担当、人物画を得意として、明治32年まで描いていた。明治32年に、富山を離れ、大阪を経て、後に再び、東京府下役技根番へ移り、土佐派の小堀智音,音に支持する。 発明好きでもあり、大阪時代には、自ら小歯磨きを作って、大和桜の名で販売もしていた。明治40年、大阪において、伊藤博文の命名により小指導と合する。引き札などの主体制作に携わる。大阪美術会員、大阪図案衣装会画会図案部審査員などを、務める。明治27年と山京振会で、同唱。 明治33年大阪画会で銀賞を受賞。また、日本美術院の新画風を学び、辰巳画会にも会員として加わった。明治44年第5回文展に関心が入選。大正2年1月より本格的に東京に今を移すと、兄弟3名で八画会を結成。ネギ市に住み、実定地区派、国館らと共におたけ兄弟として活躍した。文展でも、 大正三年代八回転に、さつきごろ、大正四年代九回転に、湖、大正五年代十回転に、魚商問答と、連年対策を発表し、入選を重ねた。昭和六年十二月三日没、弟子に、金森寛陽水上女官がいる。父の倉松も国石の画号を持つ絵師だった。小指と近所付き合いがあった、彫刻家の朝倉文雄の作品に、 倉松をモデルにした、お竹沖名がある。弟の染吉、亀吉も著名な画家で、明治末の日本画の世界では、お竹三兄弟と呼ばれて一時代を築いた。妻、歌との間に九人の子を設けたが、四人は溶接し、一人は、実定、亀吉の幼女となり、残り四人の娘を育てた。長女の一子は、正当同人の大竹弁吉として知られ、 女子美術学校での画家でもあり、陶芸家の富本健吉の妻となった。次女、福美は、佐藤春夫に見染められたが交際を、古指導に反対され、洋画家のあたかやすごろうに嫁いだ。佐藤は、福美のことを歌った。詩、泉と少女を、見た文学に発表している。三女、三井は、日本画家の野口健次郎に嫁ぎ、末娘の貞子は、長野出身の日本画家、尾竹け少衣を、 婿養子として迎えた。一子の息子で、映画監督の富本総吉は孫である。含みの娘の美穂は、森大外の三男森類の妻となる。美術史、美園ボリューム43の関東特集、君は、お竹三兄弟を知っているか。にて、お竹三兄弟の長兄として紹介された。これを受けて、国際浮世絵学会の機関誌、浮世絵芸術、三兄弟の地元の、 新潟日報や北日本新聞でも美縁の特集を評価し、おたけ兄弟の画業を再評価するのきっかけとなった。現職浮世絵大百科事典、第2巻に、明治18年6月17日の営利新潟新聞に差し絵、とある。ABCDEFGHI と三本健吉と、一種の家族の政治学中山周一、神戸大学、表現文化研究、8、 159から200、2009年3月24日。芸術で、ちづくり、さらに、大町の作家と作品に光を、品の毎日新聞、2017年10月25日、千億博古立て編集、千億博古近代日本画公益財団法人、千億博古立て、2017年2月25日、P221、大阪城天資格編集、発行、 特別展幕末大阪城と徳川将軍2017年10月7日 P190 ありがとうございます。